はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。久しぶりの A 列車でいこう9ライブ配信始めていきましょう。ごめんなさい、今回は前回に引き続きですね、長距離線の延長線に列車を走らせていきたいと思います。前回は、特急列車、今映っている681系ですね、サンダーバード型ですねを走らせたので、今回は、こちらですね。こちらって言っても分かりにくい、映ってくれない。配置しよう、もう焦っ、これ入れるとこちらですね、221系、こちらを、投入していきたいと思います。それとですね、これですね、225系もまだ配置してないですが、快速用として、走らせたいと思います。これら2列車によって運行していこうと思います。ぜひよろしくお願いします。今6%1K が、先に投入した特急の 6%1K が入ってまいりました。配信ですね、Twitch でお送りしております。Twitch アカウントフォロー、 いいねといいますか、チャットコメントぜひお願いいたします。Please my Twitch アカウントフォロー and チャットコメント Please。アーカイブは YouTube に2日後4日21時頃にアップロード予定です。ぜひ見てください。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。 This live archive upload my YouTube channel 2 days after my YouTube channel チャンネルサブスクライブド&グッドボタン please。 旧 Twitter ですね、 X のアカウント持っております。ぜひアクセスお願いします。 X のアカウントのフォロー、リポスト、いいねもお願いいたします。 TwitterX マイアカウントプリーズフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ、はい、ひとまず245を一旦撤去して、待っていこうと思います。あと運行表ですね、ちなみに5時45分発送ですね。工事時間、運行回数か。この、221系のローカルは非常に短距離で運行します。なので、
ファイアウィザード。ちゃんと折り返しなってるよな。折り返しなってるはずです。45分に出走。はい、そうですね。で、ここで特急とすれ違いいたします。6時かな。何分停車するんだっけ。13分か。6時だったら6時13分頃ですね。12分かもしれない。12分ですね。ってことは真っすぐだな。真っすぐこっちに入れちゃうとこの折り返しする列車とぶつかっちゃいますからね。6時37分だったよな。失敗した。6時58分？うん。電流線6時58分に発車となりますね。あれ？ここって何時発だっけ？ちょっと待った。一旦ストップ。ここでストップした上で10分はないな。5分、4分だな。4分ですね。一回ダイヤウィザード。5分停車。なんかぶつかりそうだな。あ、それはないのか。7時6分。7時10分か。7時5分の5分の13分か。結構ここ停車時間が無視できない時間になってますね。7時25分。んー、でもどうなんだろう。なんかここ動線だって停車するわけだからな。
で、まあいつも通り10分停車だから、でまっすぐですよね。で、折り返しの4分停車っていう風になります。8時6分だな。8時10分に折り返し出発のはず。でもさ、ちょっとなんか時間帯もったいないな。15分でせっかく結べてんのに、停車時間がちょっと長すぎる感はある。まあちょっと待ってよ、ここをそんなに停車しなくていいんじゃないかな。5分でいいと思う。あのここに関してはどうせあそこで停車するんだし、どっちも5分でいいよなこれ多分。もう一駅あるんだったら、追いつかれる危険性があるから、増やしてもいいと思うけど、で21時45分だったと記憶してる。つまり稼働時間は16時間だな。そうだよな、5時45分で、かつここのポイントは21時45分までは右だけど、それ以降は左にしてるからこれでいいはず。これなんだっけ、これスーパー銭湯だ。うちが持ってるスーパー銭湯だ。うん、何か欲しかったんだけどな。まあAR ビルの支店でも作っとこうか。こっちはダメだな。こっちは多分入れられない。
で、道路か、道路で。で、かつまたこっちにこれを立てる。で、この辺かな。で、どうかな。この戻してをしてみよう。ダメだな。アイテム、多分足りない。住宅作ろうにも多分住宅建たないだろうな。高層マンション1をここに建てようと思ったが、多分そうだ、資材が足りないよな。やはり。バスは走ってんだよな。なので、まあ、全社に適用した上で、で、高層マンションは、こんな感じかな。で、じゃあ公共施設でここに置いとこう。これなんだっけ、これレストランか。利益率をまあ 20% あるから買っていいでしょ。ラーメン屋はうちが持ってるやつじゃない。なので、ラーメン屋もファミレスもみんな買っちゃえ。いいですね。この辺も利益が出る物件ではあります。これは何だろう。タワービルはうちが持ってるやつだ。中土地もオフィスタワー、オフィスビルも持ってるやつ。これは何だっけ？レンガ倉庫か。あ、いいんじゃないかな。うちは買う。
これなんだろう。これはこれ牛丼屋か。牛丼屋もまあ、あ、牛丼屋うちが持ってるやつ。これ弁当屋だが、弁当屋これ。あ、これ弁当屋なんだって前。でも、方角が違うよな。この弁当屋は位置が悪い。これ回転できないのかな、弁当屋。弁当屋立て直しましょう。道の方角に立ってくれないんだよな。店舗。弁当屋、弁当屋あった。もともとこの方角になってたけど、90度右回転。もうちょっと。あ、いいのか？これで。まあ、いいのか。なんか、謎だよな、このボックスランチ。謎の構成になってる。まあまあまあいいでしょう。お、こう鉄骨が、鉄骨ビルになってる。これ高層マンションを増備。ローカル線は？でもここ5分停車でいいんじゃないかな。この駅も実際は10分停車にしてるけど、10分停車にする意味がそんなにない。まあ本当ならば、あの本当ならばこの位置だと245だと、あ、で直進になって折り返しですね、はい、とりあえず一旦ここで保存はできた。ちょっと見ていこう。追跡しつつ、何、あ、微妙にこのポジション変えられるんだ。あ、でも。ローカル列車でもね、2時間に1本だから16時間だと8往復これだけで行けるんですよね。ってことはこれに快速8往復って別にそんな本数いらないじゃないですか、この場所で。まあ車窓に乗っけるけど、ちょっと快速の乗り入れって、まあでも快速の乗り入れ言っても一部分、末端部分だからな。だから2、3往復っていうとこだろうから、
京丹よりその都心部分と比べたらさすがに本数量は落ちるやろうけどな。それ実質2日分で2時間ってちょっとかかりすぎるか。お、快速はやってきましたね。作っといてよかったな、2000分。空港特急が入ってできまして、折り返します。ですね、回送しますね。私鉄部分が左に入っていきます。そして対比駅到着。結構左右の間では空間が離れてるんですよ。これを何を作るのかっていうのはポイントですね。もしかしたら何かするかもしれません。さらに将来的な傾向として、ここで系統を分割するって話もあるんで、高架で登って分けてます。しっかり夕方になりましたね。205って元気してるかな。B0 ですね。車窓解除。高表示？トレインかな？ここで、あれするんだ。ん？違う。B8 かな。うん。ぽいね。で、次245番だけど、245番じゃないわ。215番だ。これだ。まあみんな稼いでますよね。
特急は特に稼げてるんじゃないかな。ああ、でもない。特急は意外と稼げてない。やっぱり、定員によるんだ。245も稼げてるからな。ああ、241、242の、あっちのローカルの方は稼げてんだな。だから特急はあまり稼げてないんですよね。近郊型が稼げてる。お、快速がやってきてる。停車するんだっけ？しないしない。結構あの快速が邪魔されてます。早く先行きたいのに。でホーム数って増やせないんだっけ？この駅ってこの屋根付きって番線、あ、6番線まで増やせるやん。ちょ、6番線までいずれ増やさないとダメかもな。ここはこれは無理だからこっち側行ける。あ、バスだからこっち側かな。いずれはあのこういうふうに6番線に増やせるようにした方がいいかもな。まあ悩むけどな。まあバス停があるからな。だからこっち側しか増やせないんだけど、そうなるとここがまあぶつかるよな。ぶつかるからまあ問題にはなるよな。仮に6線としたら真ん中の離線をあの折り返しとか車庫入れ使えるかもしれない。これ4線では足りないんで、いずれはあのこの線の路線の計画をしないといけないかもしれないですね。ここでだって合流しちゃうから結構これがガンになってる 感はある。
いずれはやりましょう。場合によってはここまでの複々戦化も全然あり得る話ではあります。ここ6戦だよな。ここも7戦にできれば結構あれかもしれないんでね。ここにまあちっちゃい駅を作って折り返せにしてもいいかもしれないです。さあ、そうこうしてるうちに平坦、あだいけってどこだっけ。今回配信 Twitch で行ってます。 Twitch アカウントフォロー、チャットコメントをぜひいただければと思います。 Please my Twitch アカウントフォロー and チャットコメント Please。また、ぜひ、アーカイブは YouTube でアップロードいたします。YouTube チャンネル登録、高評価いただければと思います。はい、This Live Archive My YouTube チャンネル。チャンネル、サブスクライブド&グッドボタンプリーズ。Twitter X やっております。ぜひ見てください。
カウントのフォロー、リポスト、いいねも、お願いいたします。マイツイッター X アカウントフォロープリーズ、リポスト&グッドボタンプリーズ。さあ、もう一本の列車ですね。225系100番台、海浜あだい、あだい系で折り返する列車ですね。こちらの準備を今からいたします。今何時だ ?23 時か。海浜あだい系で。ん?どうなってんだこれ。まあ、当然直進だけど、あれ?ここに来る列車ってどういう列車があるんだろうな。でも列車来ないな。230とか240番台も250番台も列車はない。40番台は海浜あだい系の列車ってもう走ってないのかな。いやそんなことないと思うが、わからん。でも、ちょっと待って、海浜あだい系の情報見てみよう。あ、乗降客数がゼロになってる。つまり海浜あだい系の列車って一本も来てないんじゃないの今。うわ、やば!気がつかんかった。じゃあまあ自由にやっていいんだな、裏を返せば。あれ?で?まっすぐだよな。まあ、まっすぐはいいんだけど。ここで、で、こっち。215番をこっちだ。ここはこれは全列車に適用しつつ、分岐は全列車に適用するんだけど、215番だけは直進ですね。直進じゃないなこれ。同じだ。時間指定だ。色がついてるとこがあれだから21時半かな。正直21時半だと間に合わないかもしれない。21時でもういいぐらいだよな。で4時45分かな。海浜あだい系は。
で、一旦これストップします。215を反転して、いや、ちょっと待って、一旦2番線で、折り返して、折り返しじゃないな、まず発車時刻を4時45分に固定します。感じかな。で、折り返し、乗り降り、いいはず。で、3番線は普通に4分で折り返し、これ全列車適用か。で、今はまだまっすぐで、これでこれで入れるはずだ。で、これで反対方向に入っていくんで、で、当然 Y の字になるから、ここ分岐、こっちはどっちだろう、まっすぐか。215はまっすぐです。で、これは右折か。で、かつこの辺はみんなまっすぐで OK だから、で、こうなって215は当然こっちだな。6番線、これは5分、
5分停車ですね。ちょっとストップ、で、当然ここもまっすぐちゃんと走るようにはしておこう。これどっちなんだろう。まっすぐでいいのかな。まっすぐだよな、これ。213は、まっすぐだな。63はまっすぐだから、で当然ここは直進になるから、10分停車か。全部10分停車だよな。これは215も左に曲がってでいいんだよな。これ特急だけだから、こっち入るのは全部両方ともまっすぐだから、全部まっすぐだよな。で、これがあって、まっすぐになってるな。213はここで折り返しってことか。でも215はこれです。左折なんだよな。まあでも211と214が これどっちだっけ。だから深夜帯はこっちね、こっちに行って211の場合、211は214もここだから
同じだなってことは、5分停車215も5分停車211も5分停車一方1番線の方はどうか。折り返しないってことだな。ただちょっと長距離な予感はするんだよな。まあ、まっすぐだな。で、213は曲がるが、215はまっすぐでいい。そう、このまま行くとただ列車がぶつかるからな。まあ、だからこそ、21時半以降はこっちに曲がるように作ったんだよな。まあ、21時でいいような気がする。これって、この列車って212と213か。当然ここ曲がっちゃダメなわけで、213は213が、ああそっか、213はここで曲がるから、これ折り返しの便だから215は5分停車ですね。で、これも5分停車。211ってまっすぐなってるけど、
ぶつからないのかな。それ211と一緒なんだ。11時半でいいや。で、これに関しては、あ、でもこれをやると折り返しが要求されるから、ここへ来た時にありえないよな、やっぱり。つまりここは通らない。211と一緒でいいと思う。215は OK、 同じで。でこれも一緒で元に戻る。でここは211は5分なんで、これも5分で OK で、番線はこれも5分で、5分停車のままと。で、211も215もこれはまっすぐは行かずに、これまっすぐ、211と215は同じく13分。そうか、でこの列車10分停車だけど、10分じゃなくて5分停車ですね。同じく5分停車。でですね、
深夜帯入ってこれないようにしないとな。全部はこうなるんだけど、214か。直進でいいや、215は。で、折り返しせずにっていうとこか。であとは、まあ、この辺も215も一旦これ全部分岐ですね。で211、ここも全部右折だろうな。245同様で、ここで10分停車か。ただしこれ徐行なしで、OK、そしてこれは右だなにゃで、ここは205と一緒の直進で、でここは245はそうなんだけど、ここは215と同じ右折だよな。で折り返し205と一緒ってことですね。で折り返していったうちに5分停車して、240は直進して、いやこれはまっすぐでいい。
で同じく214、ここも直進で、まあ、30分あれば全然いけるってことか。で、仮にここだと211、212、215はここへ来るから、条件はあるよな。213は右に曲がってるよな。この213は直進なんだ。ん？いや、折り返しだな。ことは213と同じなのか。で、ここは多分したと思うんで、210は快速扱いだったよな。215は分岐だよな。で、快速で1分ずつ短縮させよう。さすがに5分停車もいらんしな、ここ。
ちょっと余裕、まあ、110はまっすぐで、そのまままっすぐ行って、そのまま行って、ここは5分停車。まあ、直進だよな。うん、これで行ってみよう。で、4時45分か21時でよかったっけ。
まり快速区間って長くないよね、この列車は。で、夜以降はここで、折り返します。この先は行かないってことですね。あれでもさ、ここって215って、あ、これ直進でいいんだ。じゃあ直進してで、まっすぐ行って何番だ212番だから6時か、6時じゃない、5時だ。でも5時だから、まあ ぶつかるよねこれ。だから
ね、でもここでやるとこっちから先行けなくなるから、はい、逆だ。いや、こうだな、こうだ。だから、あ、どうなってんだこれ。結構混乱してる。ってことは、まあ、これは、こっちか。215は、ようなく分岐方向に行かざるを得ないってこと？逆だよな、これ。212はこれ、いや、これまずいぞ。212は、212だよな。212はこうだから、
つまり5時半から212と213ってどういう運行になるんだ。あ、ここで曲がるんだ。ってことはここ入らないんだな。じゃあ まずはこうして、でも実際は反対で、5時半から21時だ。で、21時で、で、まあ時間に関係なくここで折り返して、4時でいいよな。211が これ折り返しだろう。4分でいい。で、この分岐で、いや普通に213で、あ、逆だ。
これが213で、入ってくると逃げ場がないんで、でこれが直進で、逆に4時で21時かで、よかったはず。4時じゃダメだな、間に合わない。で、213は5時出るから、5時出てここに行くから、まあ、5時にここに入ってこなきゃ OK なんだろうな。だったはず。これで OK のはず。これでぶつからないはずだよな。つまり方のはずだよな。
通過駅がほとんどないな。各駅停車もいいとこだ。で、で、ここだよな、終点は高勝寺。あれ、これって停車しない駅って、何駅だ？2駅のみ？ぽいなぁ、そう。2駅のみなんですよね、停車しない駅は。やばいことに。
まあ将来的にはちょっとこれ、まあ2駅しか通過しない快速っていうのもどうかなと思うんで、5分停車か。4分でいいんじゃないの？19分。今何時だ？5時22分。お、313K と接続ですね。しかし接続が悪い。
で、まっすぐですね。6時10分まっすぐですが、まっすぐですね。6時38分。ここ前2時間というとこですね。9時55分。7時かな？曲がりまして、でまたまっすぐ行くと、でかつ、サンダーバードが通過していきますね。7時15分28分か。で、続行5分停車。43分から7時48分かな。で、まあまっすぐですよね。
8時2分かな。いや、8時3分で8時8分発。まあ、まっすぐかな。京城駅舎の駅通過8時23分。ここで停車ですね。で、ここで停車を余儀なくされます。8時47分か。で、4分の折り返しとなります。8時56分だから9時に着くはずですね。4時間15分ですね、片道。ちょうど観光船の列車が出発していったとこですね。観光船というかローカルの。9時15分。9時20分か。もしかしたらこの列車の速達列車に、準速達列車にした方がいいかもしれないよな。お、特急が来た。9時35分。9時40分か。一回止まりますよね。特急の方が先行します。で、当然右に曲がる。5分停車。9時56分10時
10時1分ですね、東武市場前を。で、別金に到着。10時16分か。13分停車ですね。退避はありませんでした。まだ来てない。ようやくちょっと後ろに空港特急が見えてきてるけどな。時すでに遅しっていう感じですね。これは曲がりますね。5分停車。ちょうどいい具合に通過しそうです。10時49分。大体距離としては11時7分。11時12分か。さあこれでどうなるんだ。左だ。直進ですね。並んでいきます。11時33分10分停車か。まあまだまっすぐ。4分停車。その間に特急が先を行ってます。12時16分。12時21分か。
たつきましたね。12時43分かな。車来てない。13時7分か。で、いよいよ終点の海浜あだ池に向かっていきます。ここの線はなんとしばらく列車走ってなかったんで、久しぶりの復活ですね。13時34分。で、最後13時39分ということで、9時間弱ってとこですね。やっぱり相当時間かかるな。もしこれ戻ってきこようとしたら23時半か。2往復ですよね、これだったら。時間54分だもんな。間違えた。で、海浜屋だけはナンバー線だっけ。もう3番線か。2往復は仕方ないですね。ちょっと車窓を見てみましょう。もうすっかり午後になっちゃってますが、
ちょっと長丁場ですがお付き合いいただいて、あ、ちょっと待った。一旦ストップして、保存だけしときましょう。何なトラブルがあるか怖いんで。じゃあ、車窓です。バックアップは常に欠かせずにっていうとこですね。さあ、サイの、乗り換え駅サイのところが見えてきました。お、向こうにも快速が、223の快速が待しております。こんな感じでバスもいますね。しばらく停車しております。お、さらになんか来てる。お、快速ですが、速達快速ですね。さあ、太平線に止まっていきますが、すぐ出ていきます。右には中部総武観光線の E231 が走ってますね。さあ、中心地新駅へ到着ですが、ちょっと前の列車が疲れております。すぐホームに入ってこれましたが、数分のタイムロスですね。左が山手線用の E235 が止まっております。おっと、特急が横井停車しまして、さらに向こう側から6-1のサンダーバードが今回の延長線用に登場しました。新しい特急が入ってきました。今後ですね、順次4-5を置き換えるんじゃないかなという説もあります。ん？あ、これ引っかかってる？あ、やらかした。なんで？ちょっとストップ。なんで引っかかったんだ？どこで引っかかったんだろう？あ、と思いきや、214って折り返しじゃないよな。214ってどうだっけ？ 214。214は直進なんで、これ引っかかってはない。偶然列車が多く走りすぎてんだ。なんと意外なことになってしまいます。これが出ないと混雑が緩和できない。5分停車ですよね、214って。え、なんで出ないんだ。
え、どうなってんだ、どっ、あれ、いや、でも直進だから折り返しじゃないから来るはずなんですけどね。え、ちょっと待って、え、どうなってんだこれ、どっちが前向いてんだ。214、え、反転、いや合ってる、反転で、反転はしてないで、しかも5分停車で、出ていくはずなのになんで出発する、しないんだ。あれ、なんか前の列車が疲れてる。いや、そんなわけないよね。なんで、なんで214の列車が走らないんだ。ん？あ、これ。土曜日だからだ。一旦、あ、びっくりした。214って本来まっすぐ通るよな。214って長距離線ですからね。ようやく片付いてきました。どこにいるんだ、ここにいるよな。私鉄分岐線の列車が高高架を通っております。左ですね。
緒に1本。さあ、列車が待っています。やばい状態だな。団子状態になってる。ここはちゃんと普通に折り返しますね。で、折り返し特急が通過していきます。ようやく出発しましたね、列車が。で、さっきの214、お騒がせした214の快速がやってきました。で、この列車はここから延長線に入ります。区間ローカルの221と221が待っていましたが、到着ですね。クパイチは来てないな。で、10分停車して、ここで、ターミナル駅に入ってきます。ようやくこれで半分ですね。半分ですからね。214番の渋滞によりまして、結構遅延を発生しましたとか言ってるうち、 6%1 のサンダーバードが入ってます。もう一往復しますね、これ。ひょっとしたら帰ってこれるのかな。さあ、その後ろからローカル221をローカル列車も入ってまいります。
して、大きな慶丹駅へと到着です。時はまだ来てないですね。さあ大戦に入りますが、お、なんか高層ビル作ってますね。まだかな、まだ、さすがにまだですね。で、到着です。さあ、6%1を、特急はまだか。来る気配がない。ちょっとこれだと抜かせないですね、このバス停、駅では。そのまま出発していきます。まっすぐです。なのでこの駅通過なんですよね、深夜帯は。なので実質3駅になります。特急はまだ来る気配もありません。さあ、ターミナル駅、新駅に到着です。非常に大きな駅、将来的には14線と、さらに新路線を作る。予備のスペースも空いております。さらに地下にも駅を作る可能性もありますからね。一大ターミナルですね、やっぱり。まだ全然来る様子がないな。お、貨物列車がやってきました。あまりコンテナ積めてないですね。さあ、もう23時18分で深夜帯ですが、まだ走っている列車の方が多いのかな。全然来ないですね、その元凶の214もが通過していきます。あと
観光線の列車と、線路別複区線という形で並走です。右側からは313系がやってまいりました。2019人も乗ってますね。いや、待ちくたびれたでしょ。もっと早く、2、3時間早く着くはずだったような。 2、3時間ってことはないか、2時間ぐらいかな。すっかり日も明けてしまいました。まだ向こうにも来る様子ないですね。どうしたもんでしょう。ぶつかってんのかな、ひょっとして。お？で、え、なんで？え、なんで？なんでここに列車が？嘘。ちょっと待った。反転はできないんで、貝屋台系で止まるんだ。あれ251はこれ5分停車じゃない。一方71とぶつかっちゃってますね。運悪く。251に関しては
盛り返しましょう。ここでは観光船名、そう停泊するはずだったんが停泊してないや。なんで？ちょっと251の。ダイヤがおかしいような感じはありますんで、ここですよね、251の。電流線に入るのはなんでだろう。3時超えちゃったんじゃないの。海浜や台形からはちょっと気になるのが205ですよ。どこ行ったんだ？あ、ちゃんと止まってる。あ、そういうことか。電流線止まってるからもう来られなくなったんだ。賢いですね。賢いというか行儀がいいというか。これが214番か。はい、ということで、もうちょっと斜めにした方がいいかな。
はい、というわけで、こんな感じで3本の列車が走ってるってことになりますね。これはどこにいるんだ。もう出発し始めてんのか。朝は早い。ということで、それぞれの、250って阿大家全館のルートだけど、これってあ、配置してないんだ。未配置になってる。この辺の列車の配置もいりますね。戦艦ってここですよね。これってどこに止めるんだ？別金電車区ってどこだ？これか。快速かい、区間列車ですからね。すごい数だな。列車と
いるいる。相変わらずやな、ここ。ほんと困ったもんです。まあ、反転して、元に戻して、ここもちょっと対策しないといけないかもね。地下鉄も大丈夫だよな。ぶつかってないよな。うん、大丈夫そう、地下鉄は。なんかすごい複雑に なってますからね。これ251番だ。サンダーバードを邪魔をしますが、ここで折り返します。250番は今どこにいるんだ。ああ、台形向かって走ってますね。なんか系統が複雑になってんな。はい、ということで、あ、結構稼いでますね。まだだ、結構あの
雑ではあります。これなんだろう、住宅地でかいコンビニか。ああダメだ、これだと入らないし、と入った。コンビニかな、普通に。ダメ？大衆食堂入れない、高さがダメ。弁当屋 OK、 アウトレットでかいな、でかいから入れるわけがない。オープンカフェもダメ、あの高さがアウト。ファミレスもダメ、ガソスタもダメ、バーガーショップもダメ、コンビニは？コンビニはダメ。こっちだったらいけるからな。紳士服は？紳士服でかいけどな。ゲームセンターってどのぐらい？結構でかいな。じゃ駐輪場しかない。和菓子店はまあ行けますね。まあトランクルームっていう手もあったかな。ソフトアップとかじゃないよな。高級ロテ、回転寿司屋。回転寿司屋なるとダメだな。ラーメン屋さんか。まあ普通にコンビニでいいと思うな。うん。これで OK。はい、ということで子会社も少しずつ立てながら整備していきました。なんか3時間いつの間にか超えてしまいましたが、気がつけばですね、マンションも儲かってますね。今どうなんだろう、リポート見てみると30万超えてる段階。
ちょっと赤だけど。まあ、大きな差はないということで、ひとまずここまでかな。これで長距離線の鉄道整備は終わりました。ローカル線用の221系が、まあ跨線橋の上から見てるわけですが、非常にゆったり来たりして頑張ってくれてます。で、ここを見ていただくと私鉄の線が分岐しております。こんな感じで、ごめんなさい、次回はこの私鉄線をに列車を通していきたいなと思ってます。どのぐらいまでかな。公共施設、はい、次回お楽しみにということで、ツイッチで、配信してきました。ツイッチアカウントフォロー、リポスト、ツイッチアカウントフォローぜひお願いいたします。プリーズマイツイッチアカウントフォロープリーズ。この動画のアーカイブ2日後4日21時から YouTube でアップロード予定です。ぜひ見てください。 YouTube チャンネル登録高評価もお願いいたします。This live archive my YouTube channel。 Two days after my YouTube channel、 チャンネルサブスクライブドア&グッドボタンプリーズ。旧 Twitter である X のアカウント持っております。ぜひそちらご覧いただければと思います。X のアカウントフォロー、いいねもお願いいたします。マイツイッター X アカウントフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ、はい、ということで A 列車で行こう9ライブ配信お届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で行こうでした。
Thank you.